ルル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 ルはいどうも新宿二丁目最強のバルク博士文です。ちょっとねメガネがちょっと画面からわかんないと思うけどちょっとずれちゃってるんですよね。寝返り打ったら潰しちゃいました。これで4回目かな。ちょっと直しに行きます。で、まぁ、今回はね、筋トレをすると身長は伸びなくなるのかっていうテーマでお話ししていきたいと思います。これは昔から語り継がれてきた都市伝説ですよね。はい、筋トレをすると身長が伸びなくなる。確かにね、周りを見渡してみると、テレビとかで活躍したり映ったりする国内トップクラスの筋肉ムキムキの、体操選手や、あと国内トップクラスのボディビルダーなんかはさ、まぁ、みんな身長低いっすよね。160センチそこそこで、まぁ、高くても170センチあるかどうかって感じかな。うん、まあ別に煽ってるわけじゃなくてね。うん、だけどね、まあ今回は僕の視点から見て、まあそれは違うよっていうのをね、お話ししていけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。わかりやすい例を挙げると、アメリカ人と日本人を比較したときに、明らかにアメリカ人の方が若くして、バーベルを握って筋トレし始める人が圧倒的に多いにもかかわらず、平均身長は、全然アメリカ人の方が高いですよね。うん、まあ、多少の遺伝の違いはあれどね。うん、まあ、筋トレをすると身長が伸びなくなるっていう心配をするのは、成長期である小学生から高校生ぐらいの年代の人たちだと思います。まあ、親が心配するケースが多そうですけどね。まあ、僕も実際中学生の時は、まあ、ベンチプレスは普通中学生はやらないと。高校生になってから、やってねっていう風によく言われていました。正しく行えば、まあ、成長期でも身長が止まるっていう心配はないんですけど、骨や関節に過度なね、負担がかかるような種目だったり、やり方はいきませんね。あとはね、あまりにも長時間の筋トレも良くないかと思います。まあ、それがどんな種目ややり方なのかっていうのは、まあ、ビッグ3のね、まあ、マックスに近い重量で行うトレーニングはまあ、そこそこに抑えて、まあ、普段僕がね、行っているような筋トレをすればいいんですよ。まあ、自分の意思でコントロールして、できるような重量をね、リズムよく行えるようなトレーニングが理想だと思います。まあ、アホみたいなね、無理な高重量を扱うようなことがなければ大丈夫だと思います。はい。まあ、筋トレ時間が長すぎたら、まあ、単純に体を痛めつける行為なので、まあ、長すぎると良くないのと、また栄養摂取できるタイミングが減ってしまうから良くないのかなと思います。基本的に筋肉っていうのは、まあ、太くなろうとするのはもちろんなんですけど、まあ、全体的に大きくなろうとね、してるんですよね。縦にも、横にも、斜めにも。なので、まあ、筋肉が発達しようとしていれば、まあ、身長を止める要因にはならないのではないかなと僕は思っています。むしろ筋トレをすることは身長を伸ばす要因にもなり得るのではないかと。でもこんなこと言うとね、僕は筋トレしてるのに160センチしかないんですけど、まあ言ってくる人も出てくるかと思うんですけど、うん、まあ160センチもない人はマジでごめんなんだけどね。うん。だけどね、まあみんな筋トレするだけで、そんな身長がね、何センチも伸びてしまったらね、日本人みんな巨大化してしまいますんで、まあそこら辺は、個人差ってことで。まあ実際にね、まあ僕なんかも今身長179センチあるんですけど、父親は172センチくらい。昔はね、もうちょっと高かったみたいなんですけど、今は、ちょっと縮んだのか172センチくらい。で、母親は150センチくらいです。二人とも身長は高いわけじゃないですよ。普通体型で。そう、横にも大きくない。普通の体型です。うん。しかも僕はね、まあ小学校5年生から、まあボブサップに憧れて、腕立て伏せを始めたんですけど、ご覧の通り、身長は止まりませんでした。まあ親もね、まさか自分の子供がここまで大きくなるとは思ってなかったってね、びっくりしています。では次に、ボディービルダーや体操選手が身長低い人が多いのはなぜなのかっていうお話をしていこうと思います。日本選手権で活躍しているような選手はね、まあ、さっきも言ったように160センチからだいたい170センチあるかないかぐらいですけど、だいたいね、うん。体操選手はまあ知らないけど、うん、まあ、もうちょっと低いイメージあるかな。うん、だけど、まあ、テレビや雑誌とかでね、まあ、皆さんが目にするようなトップ選手、日本で活躍している選手だって、まあ、選手層の、まあ、ごくごく一部なんですよね。まあ、例えば、筋トレしてる人は、普通身長低い人の方が筋肉っていうのはつきやすいんですよ。手足や胴体がね、短い方が筋肉っていうのはつきやすいんです。逆に身長高い人はね、筋肉つけるのが大変なんですよね。まあ、僕なんかはね、裏返っちゃったけど、僕なんかは筋肉で太くさせようと思ったら、非常に苦労するんですよ。しかしね、手足が短い人は同じ量の筋肉がついた時に、まあ、フォルムがちっちゃいんで、すぐ埋まっていくんですよね。隙間が比較的簡単に埋まっていくんですよ。だからどんどんでかくなっていくように見えるんです。
まあ、ちょっと例え話をすると、まあ、僕はだいたい180センチあって、腕がすごく長いんですよ。で、腕周り50センチありますと。だけど、身長160センチで、同じ腕周りの人がいる。身長180センチの腕周り50センチと、身長低くて腕が短い。だけど、腕周り同じの50センチってのはどっちがでかく見えるって言ったら、160センチの方の50センチなんですよ。それはなぜかっていうと、隙間がなくなるから、僕はこうやって力をグッて出した時に、まあ、隙間がこれとかあるように見えるんだけど、160センチの腕が短い人ってのは腕がこんぐらいしかないから、もう本当にもう丸太のように見えるってことね。まあ、そういうところから差が出てきてしまうっていうこと。ボディビルで評価される体っていうのは、まあ、筋肉が丸くてぎゅうぎゅう詰めな体なんで、まあ、身長高い人と身長低い人がね、隣に並んだ時に、まあ、どちらの方がよく見えるのかっていうと、まあ、大体身長低い人の体なんですよね。まあ、こんな感じの説明だとかなり言葉足らずなんですけど、簡単に言えばこんな感じ。うん、まあ、逆に言うと、なんだろう、高身長で、まあ、筋肉が丸くてぎゅうぎゅう詰めな体をしてるビルダーっていうのはね、日本にはナチュラルだとほとんどいないんですよね。まあ、なので、まあ、予選から勝ち上がって、まあ、雑誌やテレビにね、出るぐらいの人たちになると、まあ、身長が低い人ばっかになっちゃって、ボディービルダーは筋トレしすぎて身長が止まっただなんてね、いう風に思われちゃうんですよね。まあ、体操選手に関して言えば、まあ、僕は体操をやったことがないから、まあ、勝手な予想なんですけど、まあ、身長高くて手足が長い人は単純にさ、飛んだり跳ねたりひねったりするのが、まあ、身長低い人と比べると難しいんじゃないかなって思うんですよね。大変なんじゃないかなってね。うん、極端な例なんですけど、まあ、身長2メートル50センチの人と、身長1メーター50センチの人が、まあ、同じ床でさ、まあ、飛び跳ねて、まあ、3回転なんとかひねりみたいなね、技をするとなった時に、まあ、2メートル50センチの人がさ、まあ、成功できるかって言われたら、なんかイメージしにくくないですか？めっちゃ大変そうじゃないですか。まあ、わかんないけど、なんかね、苦手そうですよね。ボディービルや体操だけにね、限った話ではないかもしれないんですけど、まあ、この2種目に限っては身長低い人の方が、競技で勝っていける可能性が高いから、日本大会でもね、上位に食い込んで、まあ、人目に触れる頃にはね、そういう身長低い人が抽出されて、まあ、そういう人たちが並んでるから、筋肉をつけると、もう身長が止まるっていうね、まあ、誤解が生まれるのではないかなと僕は思ってるんですよね。まあ、逆に、バレーやバスケットボールね、やると、まあ、身長が伸びるっていう風に言われてるけど、僕はまたそれも違うんじゃないかなと思ってて、今度はね、まあ、ボディビルと真逆で身長高い人の方が活躍できる、競技だから、まあ、活躍してる人ばっか見てると、まあ、身長高くなるって思いがちだけど、そうじゃなくって、まあ、トップクラスが集まると、身長が高い人が集まりがちだから、まあ、そのように感じてしまうのではないかなと僕は思っています。では最後に、筋トレをすると身長が伸びなくなるのかっていうお話の、まとめをしたいと思います。僕の考えを簡潔に言うと、まあ、筋トレをしても身長は止まらない、止まってくれない、いや、とどまることを知らないってね、何言ってんでしょうかね。まあ、ここ近年 SNS とかでさ、地獄啓発系の筋肉アカウントとか、あとまあ本なんかよく出てるんですけど、筋トレをしてさ、損することなんてまずないんじゃないかなって僕思ってるんですよね。まあ、筋トレをして身長が止まるだなんて、まあ、そんな悪夢のようなことがあっていいのかって思うんですよ。うん、まあ、別にさ、麻薬とか違法ドラッグやってるわけじゃあるまいし、たかだか筋トレごときで、まあ、そんな人生ひっくり返すようなことがさ、起こるわけがないと思うんですよ。身長が止まるとか縮むとか、そんな遺伝子レベルでの話がね、筋トレごときで起こっちゃいけないでしょって思うんですよ。そんなことがもしあり得るとするならば、もっと世界的に重大なね、まあ何かが起こってそうな気がするんですけどね。もっと大ニュースになってると思うんだけど、むしろ筋トレをすると、まあ、筋肉が大きくなろうとしているので、まあ、身長が伸びる要因になりうるのと、あと筋トレをしている人って栄養も気にするので、まあ、タンパク質多めの食事を取ることによって、まあ、さらにね、体作りに有益な栄養を取り込むことによって、まあ、身長が伸びやすくなったり、まあ、体も大きくなって健康的になると思うんですよ。まあ、身長伸びる伸びるってね、言ってきたけど、まあ、もちろん個人差はありますよ。まあ、だからね、中学生から高校生までの大幅に体が大きくなろうとしている、まあ、成長期にね、筋トレすることは全く問題ないと僕は思っています。はい、むしろね、早めに取り組んでいた方が、まあ、将来さ、アスリートとかになった時に、まあ、いろんな選手と戦った時にさ、差がつけられると思うんですよ。海外なんかさ、若い頃から、筋トレし始めるなんてもう本当に当たり前のことなんで、まあ、日本人特有のね、悩みなんかもうさっさとね、捨てるべきかと思いますね。まあ、これを聞いてくれた若いトレーニーたちは、まあ、怖がらずにレッツワークアウトって感じで、今回のお話は以上になります。で、今回の動画が少しでもいいなと思ったら、高評価ボタンと、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもたくさん待ってます。どんなコメントでもいいので、書いてから
書いてから、書いてくださいね。はい。で、Twitter、Instagram、TikTok でブログもやっておりますので、そちらの方のチェックと、フォローもよろしくお願いいたします。で、LINE アット最近始めました。LINE アットに登録すると、物販の情報だったり、まあ、イベントの情報、あとバー僕たまに出すんですけど、まあ、ここに来れば僕に会えるよなんていうね、情報も流していけたらなと思いますので、概要欄に、LINE アットの情報も貼っておきますので、そちらのチェック、登録とよろしくお願いいたします。っていう感じで今回の動画はこれで以上です。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。とっとこ、食べるよ、歯型ろう。どこでも、食べるよ、歯型ろう。大好きなのは、バナナと卵。ルール。